アンダーナイトインバースエクセレイトエストアーケード。空が赤い、また夜の始まる時期か。これでもう何回目の夜だったかな。今夜もまた行くのかい、ゴルド。ああ、ヒルダの奴は相変わらず一人で自由気まま。何を考えてるのか知らないが、あのままじゃあいつもいずれ力に溺れ虚無と化す。だろうね。そうすると厄介な虚無が一匹増えるぞ。性格悪い女だからな。そうなる前に止めないと。ダメ。しかしヒルダがああやって暴れて目立ってくれるのは僕らにとって好都合だ。あとは虚無狩り、いや今となってはギタン狩りと呼ぶべきだが、ビヒトクライスの連中が網にかかってくれるのを祈るのみだ。あれから半年か。噂は何度か耳にするが、その足取りは全くつかめねえ。たく、己の無力を痛感するね。焦ることはないよ、ゴルド。一人ずつ確実に消していこう。そうだな。んじゃ、軽く出かけてくるわ。お前さんはここで亭主の帰りを待っててくれ。ほら、誰が亭主だ、誰が。いや違う、誰の亭主だ、誰の。冗談だよ冗談。相変わらずお堅いなお前は。ようやくお出ましか。粉砕ファーストクローズリバイド。アマちゃんだな。ウィナーゴルドール。なかなかやり終わる。セカンドクローズリバイド。オタルスライド。古いわ、惜しいな。ギャルではないか。リムリーパー。光るな、バカだ。味方を待つって。オタルスライド。シミュレーション。古いわ、オタルスライドだ。強すぎるか。ウィナーゴルドパーフェクト。今のは諦めてなきゃ勝てたかもしれないのにな。この心をくじくってのが勝敗を分ける大事なことなんだが、今なら分かるだろう。ようやくお出ましか。命が惜しければ邪魔をするな。ファーストクローズリバイド。おいと今のは惜しかったな。リムリーパー、こっちだ。偶然の友達。リムリーパー、後期オタルスライド。勝つのを見出さない。オタルスライド。シミュレーション。それなりにはできない。オタルスライド。アマちゃんだな。ウィナーゴルド。セカンドクローズリバイド。そこだ。オタルスライド。
次はナイトを狙う。おっと残念。なかなかの腕だ。リムリーパー。こらくだ。おらえとおたるスライドシミュレーション。次はナイトを狙えよ。おたるスライドが強すぎる。ウィナーゴルドンパーフェクト。我がマレン、刈り取るはそのものの魂ってな。強欲の名は伊達じゃないぜ。根こそぎ刈り取られたくなきゃお家でおとなしくしてるんだな。子供がこんな時間に一体何をしているのかと思えば、ヤトのお姫様のご遊覧か。こいつはお目にかかれて光栄ってもんだ。意外だが、我らこれが初顔合わせなのか。噂に名高いハーベスター、強欲のゴルド。そのようだ。お前さんみたいな小さいのとの喧嘩なんざ勝つのも負けるのもごめんだからな。あまり記憶にあってほしくない。嫌われたものだな。体の大小など我らの戦いにさほどの影響もないだろうに。もちろんだ。だがこれは見た目と構図の問題だ。むさ苦しい男が可憐な少女を乱暴にってな。どうしたって俺が悪者だ。まあ実際悪者なわけだが。お嬢さん、今夜は深淵へのお散歩ってことなんだろう。ああ、お前の愛しきパラドクス、その日の邪魔を企んでいる。さてお前はどうする。勝つのも負けるのも分が悪いこの相手、関わり合いたくはなかろう。このまま素通ししてくれるとありがたいのだが。お前さんは勘違いしているようだが、俺はもうアムネジアから抜け出したみでね。あの女にそこまで義理立てする必要はない。だがなのだろう。そうさ。だがかといってお前さんほどの大人物に素通りいただくってのも悔やまれるな。俺の探すもの、リヒトクライスの赤騎士に通じる可能性があるんだね。英語の姫、ヤトの秘宝、無限の点数、夜の影、そしてうつろに響くクオンの鼓動、身に刻まれた力、長きを生き抜いた力、ぜひこの若輩者にご教示いただきたい。そうか。では初見ということもあるからな、軽い挨拶といこう。ただしこの授業料は高くつくと思うことだぞ。ファーストクローズリバイド。カウンター、カウンター。まくし立てるな、よけんな、チーやるな、チーやるな、ここだ、チー、まくし立てるな、カウンター。シミュレーション、まだ倒れるわけにはいかない。爪が甘い。ウィナーゴルドン、セカンドクローズリバイド、リムリーパー。
がまいってごわリムリーままさか今ので終わりってことはねえだろう。気合で立ち上がれとか熱いこと言う気はないが、もう少し根性見せようぜ。手短に終わらせようか。いざ尋常に成敗。ファーストクローズリバイド、オタリスライドを発射開始。リムリーパー、リムリーパー、リムリーパー、おっと残念。ウィナーゴルド、温まってきたんだ。セカンドクローズリバイド、クリムリーパー、そこからオタルスライド、クリムリーパー、クライナーほらよ、それで終わりだ。ほらオタルスライド、クライナーほらほらよほらよほらよ、反撃開始。それで終わり。ほらよオタルスライド、パワークラス、さらさらさら、エンジンが起動。相手が悪かったな。ウィナーゴルド、今のは諦めてなきゃ勝てたかもしれないのにな。あ、この心をくじくってのが勝敗を分ける大事なことなんだが、今なら分かるだろう。ようやくのものよ、いざ勝負。ファーストクローズリバイド、やるな、どこい、取るはそのものの魂ってな。強欲の名は伊達じゃないぜ。根こそぎ刈り取られたくなきゃお家でおとなしくしてるんだな。
かと思えば、こないだのへそ出し変態男、あんたまた私のテリトリーでよからぬことを企んでるわけ？おいおい、へそって点に関してはお嬢さんに言われたくないんだがな。私のおへそは綺麗なおへそだから許されるんですよで。はいはい、暑苦しいものを見せてしまい申し訳ございませんね。それじゃあお互い今夜は多忙な身だ。俺はここで失礼させてもらうとする。アバよ。待てー、そういうわけにはいかないよね。あんたがまた証拠にもなくなんとかってとこのなんとかってやつを探してるって言うなら、前回と同じくここで止めるまでのこと。私の目の黒いうちはこの辺りで暴れるなと言ってあるはずだよ。そこまで必要になんとかってやつを追う理由があるならはっきり聞かせなさい。なんだっけ、露出者ごと。お前さんに説明するのは骨が折れそうで嫌なんだがな。分かってもらおうとは思わないが、簡単に言や復讐だよ復讐。業務に身を落とした俺の仲間をあいつは躊躇なく切り捨てた。仕方ないこととは言え、はいそうですかと終わらせるわけにはいかない。分かっただろう。だからこれ以上俺の心の中に土足で上がり込んでくるな。ここは通らせてもらう。お互い前みたいな手加減はなしだぜ。ファーストクローズリバイド。アマちゃんだな。ウィナーゴルド。なかなかやるな。パーフェクト。セカンドクローズリバイド。オタルスライド。あさとつくかね。オタルスライド。これもっと面白くなってきた。その辺でやめといてくんねえか。出ないと俺も本気になっちまう。調子に乗ってあんまり人を怒らせるもんじゃないぜ。退屈しないで済みそうだ。存分に味わう。ファーストクローズリバイド。シミュレーション。それでは倒れん。そこだ。オタルスライドを取っつけた。そんな。オタルスライド。そこだ。ほら、オタルスライドだ。シミュレーション。そうでなくて。今のはオタルスライド。スイムリーパー。オタルスライド。俺、オタルスライド。シミュレーション。行くぜ。ブレッジショット。運が悪いのはウィナーゴルド。セカンドクローズリバイド。オタルスライド。これオタルスライドシミュレーション。笑えよ。オタルスライド。
した。まさか今ので終わりってことはねえだろう。気合で立ち上がれとか熱いこと言う気はないが、もう少し根性見せようぜ。この力で終わらせてやる。ファーストクローズリバイド。この程度か。これになんで。これオータルスライドはシミュレーション。やるじゃねえか。オータルスライド。どうほらほら。やる。ちゃんと。マクシマル。ファイバー。まだだ。どうぞ。まだだ。まだだ。やれ。オータルスライドはシミュレーション。アマチュアにならウィナーゴルド死ねるか。セカンドクローズリバイド。昔を思い出してついムキになっちゃった。俺も大人げないね。お嬢さん、リヒトクライスの人間だよな。わざわざこんな夜にこんなところまでパラドクスの討伐か？隠すだけ無駄かな、これは。ええ、その通り。あなたこそ我らリヒトクライスにただならぬ負の感情をお持ちのようですが、どういったご用件でこのような場所へ？はあ、そうだな。あんた個人に恨みはないが、お前たちのやってることには恨みがある。どんな事情でパラドクスを打つ気なのかは知らないが、あんたにはここでリタイアしてもらう。組織として正義のため時に理不尽をし恨みを買うことが多いのは理解しています。それらをいちいち釈明し詫びる気はありません。しかし、その恨みを受け入れ素直に倒されるわけにはいかないのも理解してもらえるはず。当然だな。少しは歯向かってくれないとこっちも気分が悪い。最後にこれだけ聞かせてください。なぜとは聞かない。リヒトクライスの誰に恨みが？そうだな、理由も知らないでやられちゃ死んでも死にきれねえか。赤騎士、これだけ言いやわかるよな。そいつが後から行くから一足先に行って待ってろ。あの世でな。赤騎士、虚無狩りワーグナーか。あの方には我らリヒトクライスも手を焼いています。わかりました。あなたの恨み、その魂の重さも背負って私は前へ進みましょう。ファーストクローズリバイド。オタリスライド。やりますね。オタリスライド。合わせるかい。オータルスライド。オータルスライドはシミュレーション。
ーゴルドン。セカンドクローズリバイド。シミュレーション。そこそこ腕は立つようだが、あまり調子には乗らないことだな。俺がやんちゃしてた頃なら、そこら辺にゴロゴロいるレベルだ。この辺りが今回の夜の中心となる深淵だよな。パラドクス、いや、ヒルダ、いるんだろ。姿を現せよ。あら、誰かと思えば、いらっしゃい、ハーベスターゴルド。我が意志の揺らめき、光と闇の祭壇へようこそ。あいつの仇ごっこ、そろそろ終わりにする気はないの？ああ、仇とか恨みとかってのはピンとこねえし、何が解決するわけでもないんだがな。あの赤いのは、一度思い切りぶん殴って地面に這いつくばらせるくらいしないと気が済まねえ。けじめってやつだよ。けじめ。男ってのはくだらない。そんなことより、昔みたいに私たちと組みましょうよ。リヒトクライスもヤトもみんな潰してやるのね。楽しそうでしょ。私たちのアムネチアにこの夜の世界に君臨するのよ。その赤騎士ってのも私が見つけ出して、あんたの前に引きずり出してあげる。そうしたら煮るなり焼くなり切り刻むなり好きにするといいわ。お前がそれを成し得るために求めている、虚ろの夜の力、イグジス。求め、溺れ、飲まれ、そして行き着く先はあいつの二の舞。虚無落ちだ。お前みたいなバカ女でもああなっちまうのは後味悪いものなんだな。この辺で切り上げるわけにはいかないかって相談と忠告だ、友人としてな。それで私をこの深淵から遠ざけ、レセルを貫き、あなたのそのご自慢のマレンと強欲の爪で全て奪い取りに来た。そういうか。なるほど、いいわ。かつての盟友が自分を始末しに来るなんて、すっごくドラマチックで。昔のヨシミだ、命までは取らないであげるわ、ゴルド。やれやれ、我ながら友人思いの性格を後悔するね、おりゃ。ファーストクローズリバイド。逃がさない。ダウンター行くわ。ダウンター。なさしなさ、踊りなさ、逃げない。それでもこれつだぜ。さしなさ、無駄だ。調子に乗っちゃった。調子に乗っちゃった。ひどいこと。登場。行くわ。さしなさ、跳ねなさ、さしなさ、出なさ。行くわ。面白くなってきてくれ。調子に乗っちゃった。まるで聞いてくれだね。アマチュアだね。ウィナーゴルド。よし。
カンドクローズリバイド、レナス、リムリーパー、モンスターに出しなさい、どう行きなさい、トルコ、まるで聞いてない、出しなさい、跳ねなさい、出しなさい、行くわよ、そうは王女、逃げない、今ので終わりってことはねえだろう。気合で立ち上がれとか熱いこと言う気はないが、もう少し根性見せようぜ。さーて、観念するんだな、ヒルダ。いや、アムネジアのパラドクス。この爪でお前の胸のベセルを貫き、今日のうつろの夜とともに終わりにしよう。仲間相手に容赦ないわね、ハーベスター。ミワ、全て取っていきなさい。元仲間だからな。アバよ、ヒルダ、お前はいい女だったぜ。しばらくおとなしく眠ることだ、パラドクス。その魔女の伝説とともにな。おかえり、ゴルド。心配はしていなかったが、無事に帰ってこれたようでよかったよ。それで、今夜の守備はどうだったんだい？どうもこうもねえよ。ったく、ヒルダの野郎、とんでもねえ化け物だな、あれは。それは当然だよ。あれでも希代の魔女とまで言われているんだ。いつも喧嘩の時、あの子の戦略性の低さに救われてるよ、ゴルドーは。まあ、それだけあいつがバカってことなんだけどな。胸のベセルを砕けば、インバースはしばらく満足に動けない。回復しきるまで能力も大幅に落ちる。そうなればイグジスに侵食され、虚無と化す心配も当面はなくなる。いい休養だよ、彼女にとってはね。そういや、一人リヒトクライスのお嬢さんとぶつかったぜ。あいつ以外にも面倒な連中が多かったな、今回の夜は。単独行動のイグゼクターかい？そうなるとワーグナーは未だに動いていないみたいだね。けど状況は確実に変わっている。宿の姫の反逆とも呼べる行動、ヒルダとクオンの接触、そしてやがて来るイモータライズ。これではリヒトクライスも対応せざるを得ないはずだと思ったんだけど、動いてくれないね、なかなか。女房役であるお前の言う通り、焦って探しても仕方がないからな。家宝を寝て待つくらいのつもりでいるよ。それがいいよ、全ては次の夜にね。って、こら、誰が女房だ、誰が。いや違うな、誰の女房だ、誰の。いや待てよ、野球でいう女房役ならこの場合は正しいのか。ほんと、
呆れるほどに真面目だよな、お前って。ゲームオーバー。